はい、どうもめチャンネルです。本日私はですね、こちらね、グランドハイアット台北さんの方におりますけれども、今しがたね、チェックアウト手続きが完了いたしまして、これからウーバーを呼んでですね、ルメディアンさんの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。もう神々ですね。ルメディアンさん、台北さんの、ルメディアン台北さんの方にね、向かっていければなと思います。まあ、午前中はね、雨降ってたんですけど、今ね、やみましてね、よかったです。はい、ということでね、これから向かっていきたいと思います。行ってまいります。Thank you.はい、サクッとね、チェックイン完了いたしましたので、これからね、早速お部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、ということでお部屋の方に向かっていきましょう。すごいね、なんだろう、めっちゃビル感がありますね。ビルの中の、ホテルという感じですね。はい、で、本日はですね、11階のここじゃエレベーターなさそうですね。はい、はい、今ね、不意にエレベーター乗ったんですけど、5階までしかなかったんで、11階以上のね、お部屋はなんか奥のエレベーターっぽいんですね。ということで、こっち向かっていきましょう。はい、お部屋のね、エレベーター迷子ですね。ここがね、明日の朝食会場になってるみたいですね。はい、めっちゃ迷子になってます。そしてなんかバーみたいなところもね、あります。エレベーターはですね、こっちっぽかったですね。もうレセプションのね、奥行くだけでしたね。もうついアフタヌーンティーがある方に向かっちゃいましたけど、はい、ということでお部屋の方に向かっていきたいと思います。 OK、 行こう。はい、ということでね、エレベーターが来ました。はい、本日はね、11階のお部屋、本日ね、11階のお部屋となっております。はい、で、どこかにね、プールとかがね、あるんで、レイクもね、入れるということなので、ちょっとね、後で行ってみたいなと思いますけど、とりあえずね、お部屋ですね。はい、ということでね、11階のお部屋、フロアの方にね、到着いたしました。こちらね、本日は1106ゴーストとなっております。なんかね、めちゃめちゃおしゃれな感じですね。グリーンな感じです。はい。にゃーん。はい、1116、結構奥の方ですね。ね、結構雰囲気ある廊下なんですけど、横幅はね、非常に広くて、移動しやすいのかなと思います。ということで、本日はね、こちらの1106ゴーストとなっております。早速ね、入っていきましょう。おお、なんかめちゃめちゃなんかおしゃれですね。ルームキーをここにね、差し込む感じで。はい、もうね、荷物も届いております。はい、おお、広いバスルーム。お、テレビとついてますね。はい、なんかお部屋めちゃめちゃおしゃれです。はい、こんな感じのね、お部屋。レイ君も大興奮ですね。オーマイガーって言ってますね。はい、ということで、はい、早速ね、ルームツアーを始めていきたいなというふうに思います。はい、ということでね、カメラを変えてですね、撮り直ししていきたいなというふうに思いますけれども、本日ルーメリディアン台北さんの方にお邪魔させていただきまして、スイートナイトアワードを利用してですね、本日11階のエレベーターホール出て、ちょっとね、反射しちゃってますけど、ここの1106ゴーストにお邪魔させていただいております。はい、1101とかめっちゃ広そうですね。はい、で、入っていただいてですね、このようになんかね、ボタンとかが、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。まあ、ルームキーはね、挿すタイプになってますけど、こんな感じ。はい、で、ルームキーもなんかね、すごくおしゃれですね。はい、こんな感じですね。はい、
で、入っていただいてね、右手がすぐね、扉で仕切ることはできますけど、ウォークインクローゼットという感じになってますけど、めちゃめちゃ広い。W の風船ありますけどね。で、姿見の鏡がドーンとこのようにあって、チェックインもね、すごい早かったんですけど、荷物届くのもめっちゃ早いですね。お部屋に着く前にも届いてました。はい。で、こちらね、荷物置く台があったりとかします。で、アイロンとアイロン台がね、ありまして、傘もありますね。はい。あ、で、これね、靴。はい。磨いていただくようにね、できるんですけど、ここからね、持ってってもらえるようになってます。はい。ここからね、ピックアップして戻してくれるっていう感じですね。やっぱり場所柄、ビジネスマン多いんでしょうかね。はい。で、ランドリーバッグみたいなね、シンプルな白を基調としたバッグがあったり、足元、ここはカラーですね。はい。で、こちらのね、引き出しの方なんですけれども、はい。こういった感じで、セキュリティボックス、セーフティボックスがありますね。はい。これ1段なのかなと思ったら2段なんですね、こっちね。はい。お、で、足元の方には、ルメリディアンさんのスリッパ、ふわふわとしたね、感じのね、スリッパがございます。で、こっちの方は、あ、こっちは1段なんだ。はい。ビニールとかね、そんな感じでございます。クリーニングサービス。はい。あ、こっちは何もないですね。はい。まあ、こんな感じのね、収納スペースとなっております。めちゃめちゃね、広いです。はい。で、左手が、はい、水回りなんですけど、先にね、こっちの方行きましょうかね。はい。で、リビングの方の、このデスクがね、めちゃめちゃ使いやすそうですね。はい。こういったね、もう荷物置いてますけど、台もあるので、非常に使いやすい感じですね。はい。で、デスクがこんな感じです。すごくね、シンプルで、すごくね、なんだろう、シックで高級感がある感じしますね。で、ここら辺に、コンセントと、これ、LANケーブル。はい。これなんだろう、これなんだろうって感じですね。ここがわかんない。この丸は何なんだろう。はい。なんか壊しそうです。はい。で、こちらの方には、はい。オーディオのね、テレビのジャックがあったりとか、HDMI。そして、こちらに LAN ケーブル。さっきのは何だったんだろう。こちらにコンセントと、USB-A があるという感じですね。はい。で、メモ用紙と電話機がね、このようにありまして、ここら辺もルメリディアンとね、書いてあって、非常にいい感じですね。はい。ここの引き出しは特に何も入ってないですね。で、こちらの方に、あ、ケーブル類が入ってあったりとか、メモとか封筒がね、ございます。はい。ここは何だったんだろう。ここがね、ちょっとわかんないですね。コンセントとかあるんですけどね。はい。で、リビングね、見ていただいて、こんな感じでスーツケースを、赤外線でスキャンしたみたいなね、感じの絵が置いてあって、非常におしゃれ。で、ストファーがあってですね。まあ、この釣り竿みたいな照明。いや、かなりね、いい感じですね。で、テレビ。めちゃめちゃね、大きいですね。これ、どうなんでしょう ?100 インチぐらいあるんでしょうかね。で、ここにも HDMI のね、ジャックがあって、引き出しになってるのかな。ここは特に開かなそうですね。あ、こっちは開くけど、空です。そして、こちらがミニバーですね。なんか上からね、見えます。あ、こういう感じですね。はい。エリー製のコーヒーマシンがあって、電気ケトル、アイスペールがあって、グラス類、そしてお水ですね。で、ティーポットなんかもありますね。はい。このネスプレッソ、ね、エスプレッソか。エスプレッソのカップがめちゃめちゃ可愛い。すごくおしゃれですね。はい。で、こういった感じのね、紅茶類があったりとか、で、これ引き出しをね、開けていただくと、多分コーヒーが、あ、上に開けるタイプ。はい、コーヒーと紅茶もね、めちゃめちゃいっぱいありますね。はい。こんな感じでございます。はい。で、グミだったりとか、こういったスプリングルスとかね、ミニバーのコーナーでございます。この下が冷蔵庫なのかな?はい。こういう感じで。で、これ冷蔵庫ね、なんと冷蔵庫の中のドリンクフリーなんですよ。メッシ。はい。ポカリ、セブンアップとかね、ハイネケンとか。ああ、ここら辺もお酒あるんで、ここでね、嬉しいですね、これはね。ありがとうございます。
はい、ということで、まあね、落ち着いた感じなんですけど、派手、まだね、見てないんですよ。ここね、ちょっと開けていきたいなと思いますけれども、はい、オープンザカーテンということで、まあ、どんな感じのね、ビューなのか、ちょっと見ていきましょう。はい、まあ、あいにくのね、天気なんですけど、こんな感じで、じゃーん。いや、開けてていいですね。あそこ、なんでしょう。三越の上なんですかね。で、三越見える、あ、見てください。このお部屋だったら、カウントダウンの花火なんかもめちゃめちゃ綺麗だったんだ。すごいビューじゃないですか。はい。素晴らしいビューです。はい、ありがとうございます。ということで、これからね、寝室の方に、向かっていきたいなと思います。上の方にはですね、BOSE のスピーカーなんかもありますね。はい。りっくん、あそこにタワーが見えるよ。ほら。大きいね。あそこ、もっとあっち。りっくん、もっとあっち見える?あれがイーリンギー。はい。ということで、私は寝室の方にね、向かっていきたいなと思います。はい。で、寝室の方にも、こういったね、扉があって、仕切っていただくことができますけど、はい。もう、レイ君のライオンちゃんがね、寝てますけど、ここにもですね、なんかね、植物をスキャンしたような絵がね、飾られてあって、キングサイズのベッドがね、ドンと置いてあって。で、こっちもね、テレビめちゃめちゃ大きいですね。はい。はい。で、こっちにもね、ちょっとカーテン、先にね、開けちゃいましょう。はい、オープンザカーテンということで、まあ、ビューはね、先ほど見ていただいたのと同じ感じですね。はい、非常に明るくていい感じです。この上にもね、スピーカーがこうあって、いい感じですね。はい、ということで、ベッドパネルの方にはこういった照明とかカーテンとかのですね、スイッチ類があって、電話機があるという感じです。はい、で、間接照明がね、ございます。この中にはですね、常備灯とこういったコンセントまでね、ありますね。USB はこっちの裏にね、USB が4箇所あるみたいです。で、聖書。はい。素晴らしい。カラフルの公園だよ。本当だね。カラフルの公園。滑り台もあったりしますね。あと、追いかけっこもできる。追いかけっこもできる。はい。で、ここら辺、間接照明があって、お水も置いてありますけど、こういった感じでね、スイッチ類が。あります。時計もなんかおしゃれですね。てくん、ちょっとここ開けます。はい、この中にもコンセントが2箇所と USB-A がね4箇所あるという感じですね。はい、なんか非常に考えられてていい感じじゃないですか。素晴らしい。はい、ということで水回りの方にね行きたいなと思いますけど、水回りもねこういった感じで間仕切っていただくことがね、できますね。で、こちらにエアコンのね、コントローラーだったりとか、ライト類がございます。はい。で、こちら浴室ですけど、もう鏡張りのね、めちゃめちゃ大きいバスタブ。そしてね、ここにもね、テレビなんですよ。めちゃめちゃおしゃれですね。はい。で、シャワーとかね、蛇口があって。まあ、結構広いのかな。ね、大理石調で非常に高級感がある感じですね。はい。で、こちらの方にバスソルトなんでしょうかね。ございます。バスソルトなんだろうな、きっとな。はい。そして、ここがシャワーブースでしょうか。はい。なんかシャワーブースもなんかめっちゃ広いですよ。こんな感じ。こんなに広くていいんですかっていう感じ。かなり広くないですか。はい。レインシャワーはありません。ハンドシャワーオンリーっていう感じですけど、はい。で、シャワー、コンディショナー、ボディウォッシュに関しましては備え付けのね、ものとなっております。はい。シャワー、はい。まあ、水圧ね、十分ですね。こういう感じです。そして、こちら側がおそらくお手洗い。あ、お手洗いもめっちゃ広い。トイレはね、一箇所ですけど、まあ、めちゃめちゃ十分広い感じですね。はい。こんな感じの大理石調のね、非常に高級感があるお手洗い。ウォシュレット。この2箇所あるのは何なんでしょうね。お、めっちゃ静かにトイレ開きました。はい。まあ、こんな感じで、非常におしゃれな感じのトイレですね。
はい。そして洗面台でございます。洗面台はね、2箇所あります。お水とか置いてあります。グラス類ですね。はい。そして、下の方にはタオル。そして体重計がね、ございます。で、拡大鏡があって、ライト類。そしてコンセントとかね、ございますね。これはシェーバーとかオンリーってなってますね。はい。こっちのアメニティはこっちかな。はい。こんな感じでね、ボディタオルがあったりとか、歯ブラシとかね、ございますね。はい。こんな感じです。で、ドライヤーの方がね、このようになってますけど、ちょっとね、開けてみましょう。ドライヤーはなんかコンパクトですけど、今のところドライヤーはフィリップス製が多いのかな。あ、こっちもね、フィリップス製です。はい。こんな感じ。日本でいうなんかパナソニックみたいな作りかなっていうイメージありますね。はい。まあ十分じゃないかなと思います。はい。ということで、まあ、本日はね、こういう感じのお部屋に、一泊させていただくという感じですね。で、バスローブとかもありましたけどね。はい。今私この、あのカゴにね、つまずいちゃいましたけど。はい。本日はまあこういった感じのね、お部屋に、一泊させていただきたいなというふうに思います。いかがでしょうか。いやー、なんかね、すごくいいと思います。個人的にはめっちゃ好きですね。いかがでしょうか。で、こちらがね、ウェルカムアメニティで、フルーツとかね、キウイ、リンゴ、オレンジ、めっちゃ綺麗じゃないですか。そしてちょっとしたね、なんかお菓子でしょうかね、ございます。美味しそう。はい、それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード、下りが 46.37Mbps、アップロード、上りが 116.10Mbps となってまして、比較的にもうサクサクっていう感じですね。これだったら、Wi-Fi でもね、ライブ安定するかもしれません。はい、ということですね、こちらね、ルメリディアン台北さんの方にチェックイン手続きがね、完了いたしました。まあ、2時過ぎにですね、Uber でね、移動しまして、まあ、約10分かからないぐらいの距離でも、台北101もね、すごく近いっていう感じで、まあ、やっぱり場所柄ね、めちゃめちゃ近かったです。はい。で、これ多分どうなんですかね、もう、6、7年ぐらい経つんでしょうかね、建物。なんかそんな感じはせずに、なんかね、もう本当に2、3年ぐらいしか経ってないんじゃないかぐらいの、あの、綺麗さで、非常にね、落ち着きのある、いいお部屋だなというふうに思いました。まあ、エントランスとかはね、もう非常にシンプルで、なんか無駄なスペースがないっていう感じではありますので、まあ、例えばリージェント台北さんとか、グランドハヤト台北さんのように、なんか、すごいね、パリッとした見栄えのする、エントランスとかそういう感じではないかなという感じではありますけど、お部屋はね、もうめちゃめちゃ最高。で、今回ですね、まあ何回かね、予約を取り直しして、今まで予約を取っていたものよりですね、あの、アフタヌーンティー付きで、価格が安くなってたので、アフタヌーンティー付きでですね、予約を取らせていただいて、まあ約4万円ぐらいという感じですかね。で、1階のレストランの方でですね、本日中じゃなきゃいけないみたいなんですけど、3時から、17時の間にですね、15時から17時の間にアフタヌーンティーをまずいただくことができるという感じでございます。朝食につきましては1階のレストランでね、朝6時半から10時までという感じです。12階のエクゼキティブラウンジに関しましては、朝の10時から夜22時までやっておりまして、まあ、コーヒー、お茶、ソフトドリンク等をね、無料でご提供いただくということで、17時半から20時までが一応ハッピーアワーでね、軽食やアルコール飲料をご用意していただいているという感じです。で、軽食は20時までということなんですが、飲み物につきましては20時半までドリンクはね、アルコールも含めてご提供いただけるという感じです。で、ミーティングルーム、会議室はね、1時間無料という感じになりますということだったりとか、あとね、先ほどルームツアーで冷蔵庫ね、見ていただいたと思いますけど、ソフトドリンクおよびビール、毎日ね、まあ今日は一泊だけですけど、なんとね、無料なんですよ。この冷蔵庫内のミニバーが無料っていうのは結構ね、個人的には嬉しいですね。はい。で、ハッピーアワーもね、あの、お子様の年齢制限とか関係なく入っていただくことができますし、あの、プールなんかもね、利用していただくこともできるので、まあ、今日かね、明日ぐらい、利用したいなというふうに思います。ということで、まあ、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、まあ、今日中にね、アフタヌーンティー食べに行かないといけないので、アフタヌーンティーの方に向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい。とりあえずね、これから、あの、アフタヌーンティーの方ね、いただきに行きたいと思います。そして、ちょっとね、カクテルタイムが始まる前のラウンジもね、ちょっと覗いてみたいなと思います。はい、という感じで、お店の方にね、やってまいりました。はい、こちらね、朝食会場と思われるところでね、あの、アフタヌーンティーいただくことができるみたいなので、
今からね、アフタヌーンティー来るのはね、ちょっと待ちたいなと思います。めっちゃね、美味しそう。はい、ケーキもね、めちゃめちゃいっぱいあって美味しそうですね。かなり種類が豊富ですね。なんかこんな感じのね、ビュッフェみたいな感じになってる。はい、アフタヌーンティーの、ね、つもりで来たんですけど、ローストビーフとかがめちゃめちゃ美味しそうだったので、結局全然アフタヌーンティーではございません。いただいていきます。はい、ということで、ね、いただきます。まさかのね、お刺身もありましたので食べていきたいなと思いますけど、はい、サーモンいただきます。うん、あ、うまい、めっちゃうまい、めっちゃうまい。そしてね、すごい肉厚なね、ローストビーフいただいたんですよ。これやばくないですか。いただきます。うん、うまっ。ひっくり返ったらパパポッコ。サーモン、ママに内緒だよ。ママに、ママサーモンダメって言うよ。一個だけだよ、一個だけ。ママに内緒。ママダメって言うから。はい。ローストビーフ最高です。うん。うまっ。はい、それではね、ラウンジの方に向かっていきたいと思います。はい、12階ということで、こちらがね、そのルメリディアンクラブラウンジということでやってまいりました。やお、はい、まあ、こんな感じですね。はい、そんなにね、あの広くはないんですけど、こんな感じでね、ゆっくりでいきます。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。アフタヌーンティーの、ね、つもりで行ったんですけど、まさかのローストビーフとかね、お寿司とかね、刺身とかピザとか出てくると思わなかったので、まあ、ほぼほぼもうディナーですね。めっちゃお腹いっぱいです。本来ね、私は食べてないんですけども、グランドハイアット台北さんの方で朝食ね、ビュッフェいただきまして、その後100ドル分のホテルクレジットがありましたので、ランチもですね、ビュッフェをね、私はレイ君がね、昼寝してしまったんで行かなかったですけど、妻と、妻の妹夫婦とね、3人で行ってきて、まさかのね、アフタヌーンティーで、まあ、ビュッフェだったと思わなかったんで、私はね、本日2ビュッフェですけど、うちの妻は3ビュッフェいただいてます。ちなみにこれやっちゃうとね、台湾だと7っていう扱いになりますんで、気をつけてくださいね。3はね、ちゃんと3でやってくださいね。はい。ということで、まあ、カクテルタイムもね、もうじき始まりますけども、意外とね、今、見てきたんですけど、ルメリディアン台北さんの、クラブラウンジ自体は、コンパクトな感じでしたし、もう今ね、めちゃめちゃお腹いっぱいなので、まあ、幸い、嬉しいことにですね、冷蔵庫の中のね、ビールだったりとかもフリーと、いうこともありますんで、まあ今日はね、イブニングカクテルはもうね、無理ですっていうか、ギブアップさせていただいて、まあお部屋の方でね、ゆっくりさせていただこうかなというふうに思います。まあちょっとね、時間があれば、ジムとかね、そういったところも散策したいなっていうふうに思いますけれども、何もなければ、今日もライブでね、またお届けできればなっていうふうに思いますんで、まあ今日はね、ゆっくりさせていただいて、もう台北今日ね、最後の一泊という形になりますので、また明日の朝ね、お会いできればなというふうに思います。ライブのね、リンクにつきましては上の方に出しておきますので、よかったらアーカイブね、見ていただければと思います。
まあ、ちょっとねジムとかなんかねサウナもあるみたいなんでちょっとね行ってきたいなっていうふうに思いますね。はい、ということでまた後ほど。はい、今ねまだ17時半ということもありますんでレイ君はねちょっとプールの方に連れて行こうかなというふうに思います。はい、じゃあねプールは2階となります。ちなみにですねバスローブで移動もね OK みたいなんですが、まあねちょっと水着を乾かせられればですね脱水していきたいなと思いますので着替えてね行きたいなと思います。2階の方にね到着しました。ここかな、台北クラブ。あ、こっちじゃないのかな。まあ、2階はね、こんな感じになってて、上からね、覗くと、はい、こんな感じですね。だいぶね、にぎわってきましたね。多分、台北クラブっていうのはこっちだと思うんですね。はい、じゃあね、こっちの方に入っていきたいと思います。ビジネスセンターもですね、ありますね。これ入っていきましょう。はい、プールね、こんな感じでございます。まあ、基本的にね、泳ぐ感じっていう感じですね。はい、じゃあね、入っていきたいと思います。はい、奥にはね、こんなジャグジーもあります。あったかいんでしょうかね。いいよ、ね、中入って。はい、どうぞ。ボタンを押すとね、ここのボタンを押すとブクブクってなるからね。はい。はい、おはようございます。みっすりね、眠ることができました。まあ、今日もね、あいにくのお天気でですね、雨模様なんですけれども、まあ、レイ君はね、妻とちょっと散歩をしに行く予定となってます。私はね、ホテル内でゆっくりしようかなと思ってるんですけど、まあ、とりあえずね、今朝のもう8時半というところでございますので、これからね、朝食の方向かっていきたいなと思いますけど、まあ、昨日アフタヌーンティーでね、いただいたビュッフェのところ、あそこになるのかなと思いますんで、早速ね、朝からないと思いますけど、昨日のねロストビーフとか出てきたらちょっとテンション爆上がりかもしれないですけど、はい、向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、とりあえずね、レイ君が食べれそうなやつを持ってまいりましたよ。はい、バナナがね、食べたいっていうのでバナナあげていきたいと思います。カリカリベーコンする？バナナする？どっちがいい？めんめんバナナ。はい、私の方はね、このクロワッサンと卵サンド、卵ロールみたいなのをね、持ってきました。なんかね、めちゃめちゃ美味しそうな感じ。ここら辺からね、いただいていきたいと思います。はい、ということでね、いただいていきます。まず、卵ロール。結構ね、ずっしりして、美味しそう。うん。あ、コーンがいっぱい入ってる。うん。コーンの甘みが効いてて、卵が優しい感じ。めっちゃ美味しい。はい、続いてね、クロワッサンいただいていきます。これもカリカリそうで美味しそう。うん、うん、表面カリカリの中ふわふわ、めっちゃうまい。私もね、聞いて初めて知ったんですけど、台湾ね、パンが美味しいらしいんですよ。で、実際に食べてめちゃめちゃうまい。でも台湾に来てね、麺とかね、小籠包とか餃子とかワンタンとか、やっぱその地形に行きがちなんですけど、意外パンが美味しいってね。でも実際美味しいんで、機会があればパンもねちょっと食べてみてください。うまい。はい、私もねこういったヌードルだったりとか、あと白米ね、白米いただいてですね、まあ、こういったおかずルーロー的なものとかね、人狼的なやつがあるので、まあ、ここら辺をね、ご飯にかけて食べるのもいいのかなという感じですね。いただいていきます。はい、ということでね、じゃあご飯の方いただいていきますけど、まずは埋もれてましたけどね、小籠包からいただきます。うん、あったかくない。もうね、持ってきた時はあったかいんですけどね、
すぐちょっと置いて放置しちゃうと冷めちゃうね。あとヌードル系、うまっ。あ、めっちゃご飯進みます。うまっ。そしてね、ヌードル系です。いただきます。こっちの人はね、あんま麺進んないんですよね、本当はね。うん、うまい。あ、美味しいです。昨日はですね、アフタヌーンティービュッフェみたいなのね、行けてよかったですね。朝食来たんですけど、意外とね、取ってくるものがね、少なくなってます。かなり少なくなってる。あの、何持ってこようかなって、私好みのものが少ないっていう感じだけだと思いますけど、その分パンの種類がね、めちゃめちゃ多いです。パンはね、ほんと美味しいので、パン中心でもいいかもしれませんし、まあ、がっつりね、食べたい方はこの麺だったりとか、白米がありますし、こういったね、さっき申し上げた鶏肉のね、ジンローファンに、できたり、あのコンローファンにできるような感じのね、お食事があるんで、これをご飯にぶっかけていただいて、多分ね、食べるのが一番助けるんじゃないかなと思います。うまい。うん、あ、うまっ。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。今ね、ゆっくりさせていただいて、まあ、レイ君はですね、そごうの方に行きまして、そごうの方に、イッツ・ア・スモール・ワールドですね、1時間ごとにですね、なんかからくり時計が動くみたいなので、それをね、どうしても妻が見せたいということで、今ね、そごうの方に行っております。で、今ね、もう間もなく12時回るとこですけど、今日は、まあ、16時ちょっと前ぐらいまで、ホテル内でゆっくりさせていただこうかなと、いうふうに思いますけど、もう台湾旅行もこれでね、終了となります。いや、本当に最初の1、2泊目まではまだまだあると思ってましたけど、もうね、3泊目以降から、もう終わりが見えてくるとやっぱりあっという間だなという感じはしましたね。で、こちらのルメリディアン、台北さん、初めてね、宿泊させていただきましたけど、めちゃめちゃね、いいホテルで、私個人的にはすごく好きで、素敵なホテルだなというふうに思いました。はい、またぜひね、こちら台北さん来られる際には宿泊させていただきたいホテルの、候補にさせていただきたいなというふうに思っております。まあね、アフタヌーンティーのね、スイーツを食べに行ったつもりがローストビーフを食べてたのがびっくりしましたけど、最高でしたね。まあ大体このね、宿泊プランで4万円弱ぐらい、3万8000円とか、これでスイートナイトアワードは利用したとは言ってもですね、プラチナステータスの私が、ここのお部屋にアサインいただいてラウンジを堪能できたりとか、アフタヌーンティー付きのセットでその価格ですからね、なんかめちゃめちゃお得だったなというふうに思いましたね。三が日っていうこともありましたしね。はい、また台湾いつかね、早い段階でまた再訪したいなというふうに思います。いやー、楽しかったです。今日はね、この後、空港、桃園空港の方ですね、トゥエイン空港の方に、向かってですね、キャセイパシフィックを利用してですね、香港経由で成田の方に、戻ろうかなというふうに考えております。またそちらの動画につきましてもね、ちょっと楽しみながらラウンジ散策などをね、撮っていきたいなというふうに思っております。引き続きよろしくお願いします。ということで、今回の動画に関しましてはね、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ嬉しいです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして、 URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないように、ぜひチャンネル登録、ベルマークね、まだしてない方ぜひ登録、チャンネル登録をしていただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。